食べるよね、多分。どのぐらいいくこれで。キブル上級。早くて上げらんねえんだけど。さて、これでどのぐらいいった？足が速くて上げらんねえんだけど、こいつ。あ、え ?22%? え、めちゃめちゃ上げられるやん、こいつ。え、22% でいいの？テイムした場所によってはあいつに殺されるんじゃねえの？これ大丈夫かな。じゃあこれでまたしばらくちょっと時間経つまで待って。なんか怖いんだよなこれ。ちょっと場所が悪すぎるだろう。ちなみに行ける？あ、行けるわ。あ、上げられる上げられる上げられる。来た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 。上げられる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 。こっちあっち行ってあっち行って。そう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 、こっちこっちこっち。そう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 、いい、いい子だ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 。あっち行けあっち行けあっち行け。そっち行くんじゃねえ、そっち行くんじゃねえ。貴様死にたいんか。貴様死にたいんか。あっち行くんじゃねえよお前。こっち来いこっち。死にたいんか貴様。おい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 、あ、OK、OK、OK、よし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 、止まれ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 お前、止まれってお前、死にたいんかっつうのあんたは。我死にたいんか、命大切にせえやお前。よし OK。 さて OK、 よし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 。あ、でかっ！でかっ！今思ったけど、クソでかいね、これ。さて、8万5000。ちょっと低いな。いや、ちょっと低いなって。ちょっと低いなってのもおかしいけど。8万5000っすか？お前は ?33 個。え、いけんじゃん！嘘！え、そう、え、おー、500超えたわ。ベロナサウルスどこ行ったよ。え、ベロナサウルスは？ここかい。ちょっと分かれてんのかよ。しかも足りねえのかよ。足りねえのかよ、これ。ちょっと、時間かかりましたけど。さーて、ベロナサウルス行きましょうか。体力が9万3500で、ちょっとアルファトリキより低いんだが、果たして。そんなに速くないな。普通のベロナって、あんま変わんない？なんかあんま変わんない気がする。ジャンプはできる、ジャンプは普通にできるが、なんかあんまり変わらないような。あれ、曲がるときすごいスピード落ちるよこの子。まっすぐ歩いてるときはいいんだけど、曲がるときすごくスピードが落ちる。これガクって落ちるでしょこれ。ほらほら、この子。そっか、旋回するときにものすごいスピードが落ちるんだな、この子は。ダメだな、ちょっと。スピードは出せないね。で、とりあえずじゃあ。なんか早くね？待って、早くね？ちょっと待って。待って、通常攻撃早くね？なんか。なんか、ちょっと早くないか、これ。爪攻撃。こんなのあったっけ？こんなだったっけ。ヒュンってなってね、ヒュンってヒュンってなってね。え、そんな早かったっけお前。ちなみにこれヒュンって取れる。あ、なんか取ってくれそうな。あ、それはないんだ。めっちゃこれ命借り取る形してるぞこれ。じゃあ右クリックは、まあこれだね、あのトゲ巻き散らし、トゲ巻き散らしだねこれで。ああ、普通だわ。で、シフト、Z、X、C。C で構え。C で構え、整え、放つ。ああ、放てる、放てる。放てるんだけどさ。すごいよ、これ、見てごらん。これ、弾道がオレンジになってる。これ、多分、アルファ種のカラーリングってことかな。なんか、おかしくねってか、なんで主観視点になってるのこれ。なんか、照準おかしくない？こんなだったっけ。え、なんか照準がちょっとおかしくないか。こんなんじゃなかったよな。なんか主観視点になってんだけど。で、ちょっとスタミナどのぐらいある？そういえば。そういえばスタミナどうよ。
いや、スタミナ1万9000あるんだけど、いや、打ち放題じゃん、これ。ほぼ実質無限弾やん、これ。めっちゃ打てる。実質無限弾来た。今、命令は509だね。ちょっと普通に殴ってみますか。3056。通常攻撃はこんなもんか。トリケと変わんないね。やっぱ早いな、これ。153か。そうでもない、まあ、通常攻撃するぐらいだったら全然これ打った方がいいけど、そうでもない、意外と。さすがに一発1000とかはないか。打てるこれ。あ、打ってくれる、打ってくれる、打ってくれる。いや、打ってくれるけどダメだこれ。ダメだこれ、車線が通らねえ。車線通らねえわこれ。ダメだこれ。いや、撃ってくれるけど、撃ってはくれるけど、これ車線が通ってねえわ。危ねえ危ねえ危ねえ。というかさ、これ見た感じさ、あれだよね、あのトゲ撒き散らしをしてるんだね、これ多分撃ってないの。トゲを撒き散らしてる方向性で動いちゃってるんだ。だからあれ弾が飛んでいかねえんだ、向こう的に。あ、だった。じゃあちょっとこれでやってみるか。ターレットモード有効化、ターレットモードを有効化した状態でさあ、違う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 、お前じゃない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 。ブロントやば、え、ブロントやば、そもそも打ってくれなくなったね。ダメだこれ、ダメだこれ。え、意外と意外と使い勝手は悪いかもしんない。弱くはないんだが、弱くはないが、まああれか、やっぱ固定砲塔だな。ちょっとこういう高いところから一方的に殴られる恐怖を相手に教え込んでやるためのものですね。お、安全地帯から一方的に殴るだな多分。え、いやいやいや、お前久しぶりだな。あー、一応届くね。 OKOK、 届くっちゃ届くわ。正しい使い方はこれだよな多分。正しい使い方はこれだわ。あー、おもろいおもろいおもろい、いいね、これは面白いわ。おお、アルファサドルの現物出た。やっぱ出るんか。はい、ちょっと生放送中ではまああんまりこうなんか実力みたいなのはよく見れなかったので、ちょっと改めてこの子が一番輝く使い方であろう高台からの一方的な、あ、まあ一方的に撃たれる恐怖を教えてやろうかっていうのをちょっと確かめてみようということで、はい、あいつちょっと狙ってみようかなと。まああいつとかあいつとかちょっと怖いんだけどね。この元のスピノサウルスはマジでガチでやばいので、はい、ちょっと怖いっちゃ怖いんだけれども、ちょっとやってみようかなと。まあこの高台からね、あの撃てる、届かないか。やっぱこのぐらいの距離感じゃないとダメか。いや、これでもダメ？え？あ、当たった当たった当たった。オッケーオッケーオッケー。やっぱこの使い方だね、ベロナサウルスは。ただ、これやるんだったら罠使った方が良さそうだな、なんか。これ。ちょっと離れるだけで射程外か。いやー、意外と射程ないな。もうちょっとあるといいんだけど。そう、こういう風にスタックしてる相手にですね、こう一方的に打ち込んでいくのはいいかもしれないんだけど、うん、やっぱこれだよね。やっぱこの使い方が一番良さそうだわ。まあでも本当にブレスとかを持ってない相手だったら本当に安全に倒せるね、これ。ものすごく安全圏から打てるわ。
それはやっぱり強みよね。こうこちらもね、あの圧倒的にこちらが有利になるわけではないかもしれないんだけれども、圧倒的に不利になるわけではないという。しかしいかんせん火力がない。やっぱどうしてもこれが安定しちゃうよね。結局割合ダメージで削れるから。ちょっと待って、あれスピロの卵でしょ。こいつが産んだのか。え、こいつの卵、え、これ有精卵じゃないよね。無精卵だよね多分。やっぱり無精卵か。まあ高台からのやつはちょっとなんか火力不足が目立ったんだけど、もう一つ有効に使えるんじゃないかというやつで、はい、ちょっとワイバーンのところにやってきました。今ちょっと場違いなやつがいるけど、え、何これ。 SE ポイズンワイバーンって何。 SE ポイズンワイバーン、何 SE ポイズンワイバーン、なんか違う。まあベロナサウルスってさ、一応俺イクチオリリスとか打ったりするという、そのイクチオリリスをさ、なんか麻痺させたりすることができるじゃないですか。強制的に俺叩き落とすことができるじゃないですか。あれをワイバーンでできねえかなということでちょっとやってみたいなと。はい、ファイヤーワイバーン75レベルだったらあるか。75レベルだったらあるんじゃない。急げ急げ急げ、体育かき終え、よし OK。 さあこれでうまいことやれれば、これ落とせるかな。ああ OK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 、 まひったまひったまひった、ほらわかるかな。ほら黄色で出てる、黄色で出てる、まひってるけど、あほら撃墜できた、撃墜、ほらほら撃墜できた、撃墜できた。あ OKOKOK、 こういう使い方はありだな。いいねいいねいいね。ただ威力が上がっ、なんか威力が出てない。おお、いいぞ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 、地面に叩き落とせるのはいいな、これワイバーンを。おっしゃー、やったね、いいね、いい使い方を見つけた。あれ卵あるじゃん。え、フォレストワイバーン、フォレストワイバーンの卵なんだけど、270レベル、いや、まあいいや、もらっとくか。フォレストワイバーン、ああ来た来た、え待って、きってなんかめっちゃ来てる、めっ、また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 、ここら辺は普通のワイバーンと一緒か。お前何、ブラッドクリスタルワイ、ああああ、えプライムブリ、ブライブこれめっちゃ噛んだわ。プライムブラッドクリスタルワイバーンだって、え、そんなのいたの、めっちゃ強そう。あプライムいたんすか。どえダメージどんなもん。お前は結構強そうだぞ。なんか後ろ2人はちょっとまあそうでもなさそうだけど失礼。うわなんかすげえの食らってる。これがプライムクリスタルか多分。プライムクリスタルワイバーンは完全にさ、これ女王じゃん、これクイーンだろ見た目。多分クイーンが色違いかなんかでちょっと体ちっちゃくなってるみたいな感じに見えるけど、こいつの卵あんのかな。まあこいつがまずメス、こいつメス、わやめ見え、まオス、オッケーオッケー、意外とやれてる、意外とやれてる、やれてるけどここまで一匹も倒せてないというこの現実ちょっとしんどい。じゃあ、いやフォレストちょっと見たいんだけど、どんなもんか。フォレストちょっと見たいんですけど、あ死んじゃった。よし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 、エンバーもいった。お前どうよ、2325食らってる。でお前さんメス、あオスだわ。しかも65レベルかよお前。あ65レベルでこんな火力、あそこれ相当ヤバそうですね。こいつはこの方ちょっとヤバいんじゃないですか。オッケー、あアルファワイバーンミルクが解放された。ちょっと体力とか見たいね。よし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 、やっぱりこいつクイーンだよな見た目。オッケーオッケーオッケー、さあどんなもんだ。体力とか見たいんだけど、あーもう見れないか。うわークリス、プライムクリスタル手に入っちゃった。でもあれクリスタルワイバーンがいないからダメだこれ。
で、アルファクリスタルの鍵爪が手に入ると。なるほどね。一応、くくり的にはアルファクリスタルはイバーンっていうことでいいのかな。まあ、いや、またいつか会おうな。まあ、せっかくだし、持って帰れる分だけ持って帰るか。ちょっと余力、思ったより余裕あったんで。思ったより余裕だったんで、ちょっと、あんだけ囲まれてても。あった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 、あ、お前がフォレストワイバーン、飛行禁止デバフだと、バッカ野郎、お前なんてもんを、なんてもんを打ってくるんだこいつ。わあ、フォレストワイバーンだ。フォレストワイバーンの爪が手に入った。手に入るものは変わらずか。うわ、何これ、435レベルとかっていうのが手に入った。まあやっぱそう、やっぱ来るよね。お前さんが、いや、こいつ今の真っ黒いやつ、多分あれだろ、プライムだろ。こいつ400、いや255レベルだって。ダメージは3900。さっきとは比べ物にならないです。あ、やべ、クソしつけえな。なかなか描画範囲外にいかねえぞこれ。相当早いなこいつ。あー、オッケー、切れたわ。やっと振り切ったか。さあ、でちょっと後半話題がそれて、なんかワイバーンとの死闘みたいな感じになっちゃいましたけれども、まあアルファベロマサウルス弱くはないっていうか、むしろ普通に強いんだけど、強いんだけど火力がなんか足りないかなと。この用途で使うんだったら火力が足りないかなみたいな、そんな感じだよね。完全に戦闘用として使いたいんだけれども、ちょっとトリケラトプスとほぼ火力が変わらなかったっていうのはちょっと残念なところかなと。うん、いや、せめてね、このこれにね、割合ダメージとか、まあなんか何らかのデバフ攻撃みたいなのがあったりするとよかったんだけどね。威力が低いにしても、うん、まあこれに割合ダメージがあったら強すぎるか、逆に強すぎる気がしなくはないけど、まあ何かしらちょっと欲しかったよね。うん、こうもうちょっと、うん、なんか今のままだと、なんだろう、雑魚的相手には火力十分なんだけど、ちょっとした強敵と戦うには力不足みたいな、結構こう困る立ち位置だよね。うん、まあただやっぱ無限に打てるっていうのはこう強みだね。ほぼ無限に打てるっていうのは強みだから、まあ何らかの形で生かしていきたいなとは思うんだけど、今のところはちょっと、うん、空を飛んでるやつを撃ち落とすためのターレットみたいな、そんな感じになるかなといったところですかね。はい、まあ、あとはさっきチラッと言った時みたいに、あの敵を罠にはめて、そこでスタックさせた状態で安全なところを撃ち下ろすっていう、そういう戦法になるかな。うん、時間はかかりそうだけど。というわけで今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。ではさよなら。待って、ちょっと待った、なんかまたボスやってる、ほらなんかほれ、ラフィスのなんかまがいものみたいなやつと、 なんだあれ、リーパークイーンのなんかボス、フラッフドラゴンみたいな、なんかやってるじゃん、ほら。ただ、見た感じ、フラッフドラゴンの方がやられてるかな、これは。ちょっと、あんま近寄ると危ないけど。あんま近寄ると危ないけれども、ちょっと見ておきたい感は。これは、ギョフれるんじゃないですか、フラッフドラゴンの何がしを。何がしでやれるんじゃない、これ。なんか呼んだぞ。待って、なんか呼んだけど、速攻で消えたな。あー、やっぱり。はい、ライアンズ堂々なんとか、なんだ、おお、なんかいろいろ手に入ってんじゃん。え、フェロモンが2つ、まあいいや、これだ。 This item allow you to transform your Alpha Reaper King、 Reaper King を堂々リーパーキングに変えると。ああ、はいはいはい、そういうものが手に入ったのね。あと手に入ったのってこれ
This item to allow you to transform your Alpha Repacking Tribute。 あー、リーパーキングを進化させ、あ、これは違うか。はいはいはい。あ、ごめんごめん。どうやらお前とは感じ、お前とは違うらしいわ。いけるか。いけた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 けど、なんもなかったな。